ちょっと雨の中を取材行ってみましょう。さて何やってんのかね。あれ雨強くなってきてるね。だんだん。はい、JR 高田駅でございます。東川にね、なんかイベントやってるらしいんだけど。あら、テントいっぱい張ってあるんだけど。残念やね、雨降って。あら。あらあらあら。これでもみんな走り回ってるね。見ますわ。こっちは何だ。ああ、自衛隊か。自衛隊か先行くわ。今日は自衛隊をいらっしゃる。奈良県警にいらっしゃるわ。今日は何か展示してるんですか。展示は。なんかね。ここ自衛隊じゃ違う。ああ、ごめんごめん。お仕事相談のハローワーク。ハローワークさん。それ失礼しました。自衛隊さん、おすごいねこれ。ほら、何人も乗るんやろ。これで6人、12人乗れるかね。結構広いね。ちょっとジープの中撮らせてもらおうか。こんなんやわ。すごいすごい。いやー、作りは、これこんな簡単に作ってんの。作りよ。あら、もうちょっとちゃんと作れないかんちゃうの。自衛隊さん、奈良本部、幅広いね。幅広い。ちょっと自衛隊さんに話聞いてみよう。今日は戦闘車はおらんのか。今日はいないですね。今日は空子の方行っとるんですね。あの軽装甲は。あ、そう、はい、いや、さっき電話あって、あの高田がな、はい、今展示されてるから見に行ってくれ言われたけど。おお、違った。あ、もう、はい、もうなんかシートもうちょっとふわふわしてくれたいのに思わへん。まだいいですよ。トラックの後ろ木の板なの。そんなことやってんの。はい、そうですよ。トラックの後ろも全然2台なんで、僕ら荷物扱いで。そうなんですか。はい、板ですよ。これまだクッションあるだけ。それ儲ける人おらへんの。まあ、全然いないです。なんで自衛隊の中で言う人いないの。あの、僕ら毛布とか敷くんです。ああ、 それで、それを跳ね上げたらダンプとかになったり物積んだりするんで。なるほど、分からんじゃないけど、あれ見たらな、びっくりしたんだ俺。はい、もう来て、これ来て、ああ、そうですね、そうですね、はい、もうこれはまあ仕事ですけど、はい、まあもちろんそうなのも全部。どこ、奈良本部ですか、あなた。奈良地方協力もここです。ありがとうございます。どうですか、自衛隊さん、よくあの、はい、あの取材しとんねんけど、去年も、はい、もちろんやってますけど、なかなか奈良ではできない。あの舞台がないっていう。いやいや、いろんな演奏がやっぱり違うからな。そこでやって、去年は演奏がやってやったんですね。はい、だから自衛隊の車はなんか戦闘車から動きしちゃったけど、そこにかっこいい映像してるよ。なんかホールのとこ、ありましたね。そんな、はい、向こうの寺でもやってはったけど、はい、なんか音楽の時に一回持ってきたっすね。音楽の時も、はい、持ってきた。はい、音楽の時も持ってきました。僕ら、はい、持ってきました。ほんで、あの、あれしてもらって。ありがとうございます。あ、ありがとうね。勉強頑張りや。こうやってタイヤの幅、横幅、どのぐらい2メーターもっと。うわー、タイヤの幅いうか、これ自体はもうトラックとほぼ変わらないですか。幅自体は。なるほど。はい、これタイヤパンクしないでいいですよ。俺ちょっと今日はその椅子だけね、ものすごく気になったんだけど。何がですか。いやいや、あまりにもぺったんこやからか、これが。あ、もうこれ全然、これもうお父さんもうそう言ってくれたらありがたいですけど、僕らからしたらこれもう A 方です。A 方でか。ほんと E 方です。全然 E 方です。ほんで中でこんな簡単なんですか。あ、なんかもう結局荷物積んだり、これあれですね、あのこの仕様横になってんの、本当これ銃があって、対空というか、あの機関銃乗せるやつなんで、上ポコン開くんですよ。はいはい、その画台ついてるんで、ちょっと細かい。そしたら今ウクライナでいろいろ戦闘やっとるじゃないですか。上は全然こう何もないじゃないですか。はい、こう戦闘中で使えないね、これじゃあ。あ、もうこれ人移動だけ。移動だけやね。はい、それ移動の時なんか攻撃されたら困るじゃないですか。海外出る時防弾入るんで、はい、持っていくときは PK を行くとき防弾入れる。ああ、そうなんですか。はい、後付けで防弾が入るんで。これはやっぱ日本におるときはこれでいいけどね。もう十分です。はい、なるほど。コストを下げんと。はい、はい、それは分からないけど、コストをかけてもいいんじゃないの。なあ、わしらの時代では。はい、これだったら燃料どのぐらい積んでるの。これ70ぐらい入りますね。70リッター、あの軽油で70ぐらい入ります。隣横に1本だけ積んでたのがタンク。ガスがいいね。はい、ほんならちょっとこれはパンフレット。
ちゃうか。ああ、まあ、ティッシュとパンフレットですね。次、また27日、はい、5畳で。5畳で。総裁フェアがあるんで。いつやんの？11月27日。これですね。はい。11月27日。まあ、同じやつ入ってるんですけど。これ、どれぐらい人来てるのかね。いやー、いろんな食べ物屋さんも出してあるんや。これ雨降らんかったらよかったのにな。最悪やな、これ。いやー、すごいすごい。こっから行ってみようか。フルーツの雨。たこ焼き屋さん、ね、フルーツの雨。たこ焼き屋さんで、ね、この辺は。うん、子供やってやんの。こんにゃく。これカステラ、ビビーカステラ。ポテトに串焼き、餃子、バナナマン。これ大変やな、この雨の中。まわし、わあ、あの山と唐揚げ屋さんもやっとるの今日。ほら、あのお茶飲んだね。これ何屋さんやね。おお、たたき屋さん、かつもの。今日お兄さんおるかね。うん、いないね。お兄さん頑張っとる。おめでとう。あのさ、この雨の中どうなんよ。この雨の中どうなんよ、お客さん。あかんよ。オムライスにタコライス、奈良のカツ、カツ丼。奈良あかんなぁ。ごめんなさいな。タコス。え、昨日は。ああ、私と今日だけなんですけど。そうです。すまへん。今日はもうこの雨でね。はい、すまへん。ありがとう。雨の中で取材やっとるやつやっとるやつやけど。みんなあのテントの中入ってありますねけどね、これ雨で、雨の中ご苦労さんです。何やってやんねん。赤い羽根共同募金さん、赤い羽根共同募金さん、今だに100円かね。本部、はいはい。おはぎ見たらし、なんかあったな。団子屋さんじゃないよ。団子屋さんとこの雨の中さ、ね、やってはるけど。いやー、雨の中大変だね。両人ソックス。値段が月500円。ありがとうございます。はい。こっちも大体一緒。いやー、わしらあのメダカで昭和の子供の時代は、はいはいはい、あの真っ黒やけど、これ全然違いませんか、色は。そうですね、いろんなメダカがいてますんで。へえ。今は何百種類って。そうなんですか。種類があるんです。メダカで川におるもんと思う、こうイメージがあったんやけど。はいはいはい、そうですね。小川にね、はいはいはい、いっぱい泳いでましたけど、子供の時にね。そうですね。こんな色真っ黒やったんですよ。そうです、ね。色が、はい、すごい。黒っぽいのもいてますしね。こんな色してまんのか。はい、そうです。はー、わしら分かってないね。ちょっとラメの入ったものや。すごい。これメダカですか、これ。そうなんです。全部メダカなんですよ。へえ、昔のメダカいないんですか。昔のメダカ、ちょっとここにはこれ全部改良メダカって言われてるので、はいはい、わしが知っとるメダカがいないがね。そうですね。これは金魚みたいだね。そうですね。ほんで1匹が2000円とかするんですか。この容器の値段になってます、ね。あ、容器が、はい、何匹か入ってて。ああ、メダカはまあ1匹なんかこの前聞いた話よりなんかすごく、はい、値段がすごい聞いたけど、まあ、高いものは本当に何万円、ワンペア何万円、何万円、何十万円とか。すいません、もうピンキリなんでね。私らのイメージはメダカはスプーンを持って、ね、そうですよね。あ、声で、はい、そうです、そうです。あ、そうですか。これで吸っていただいてます。なるほど、はい。
ほんで、あの、あれですか、お姉さん、これ どこでやってらっしゃるの、お店。あ、店ですか。店は、まあ、個人で繁殖してて、もう1名と一緒にやってるんですけど、はいはい、両方とも高齢です。高齢町で、はい、あ、そうなんですか。はい、高齢町のお店とかで。店は構えてなくて、はい、こういうイベントで出品させていただいて。あ、そうなんですか。いいよ。初めて見てびっくりしました。ありがとうございます。色が真っ白とあのピンクとね。そうですね。これが昔の色にちょっと近いか。あ、黒っぽいのよね。近いのも来てるかもしれないですね。 ありがとう、かわいいお嬢ちゃん。ね、頑張ってね。はい、ありがとう。 YouTube ブルースカイゆかえチャンネルです。はい、ブルースカイゆかえチャンネル、ブルースカイゆかえチャンネル。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。ご機嫌、ありがとうございました。はいはい、まあちょっとオーバー時間しましたけどね、帰りましょう。はいはい、ありがとうございました。雨の中なんかイベントやる、何のイベントやるのか分からんけど、ありがとうございました。ありがとうございました。